おすすめのハンバーグ料理をご馳走したいっていう、グルメだからね。あのフォアグラハンバーグ、フォアグラハンバーグね、今日は上にトリュフの、めちゃくちゃうまい、忘れちまったか、俺だよ俺、ハンバーグだよ。ちょっとやめてくれるかな、ちょっと皆さん、ちょっといや本当に嬉しいんですよ今日は。いやいや、ちょっと渡部さんがねコラボしてくれるっていうことで、そしたら渡部さんが俺の行きつけの店ちょっと紹介するからって言って、ここですよ、こんなおしゃれなとこに。いやだから大声出さないでほしいんだよね。あ、渡部さん、いやいや、お願いします。死んだ顔でさっきまで座ってたんです、こんな、それ被るまではあんな声出さないんだよ、せっかくのお店で。いや、師匠ですか、師匠。いや、ありがとうございます、今日お前で。とんでもない。いやいやいや、嬉しい。いや、こちらこそね、ちょっと俺に兼ねてのコラボなんです、今回。そうですか。で、僕、タレントさんとこうやってコラボするの初なの。普通みんなカジサックとかさ、行くでしょ、俺だけはハンバーグ師匠だけど。じゃあ、でもね、それに関しては俺も動画も見てますし、ありがとう、一言言ってやろうと思って、一回断りましたよ。ちょ、これ聞いて、一回断っといて、違うのこれね。そしたらなんか周りにやや言われたかしんないけど、急にやりますよ。違う違う、聞いて、全部聞いて。渡部さん側から来た。聞いて、そう、聞いて。一回こっちがオファー出したら、いや、あんなもん、登録者数も、2万そこそこしかねえくせに、やる価値もねえやなって。違う、これ聞いて、俺そちゃんと見てないでしょ。俺は、一番最初に声かけてくれたのが、ハンバーグ師匠のこのチャンネルだったわけ。で、嬉しかったんだけど、俺当時まで1万いくかいかないか。そうで、師匠の見たら2万ちょっとで、ね、これじゃもうただの泥コラボになると。俺はね、イメージはもっと頑張って、俺が登録者数がもし増えた時に、初めて声をかけてくれたっていうことで、ちょっと恩返しの形にしたかったのよ。もうちょっとお互いが力つけた時にね。てか俺がよ、だって当時まだ1万人ぐらいだったから。ただもう2人ともね、2万弱なんだ。少ないんだよ、実際。実際少ない。これはもう、実際少ない。恥ずかしい。芸能人、底辺 YouTuber の夢の言葉です。皆さん、肉汁がちょちょ切れますよ。これはね、散々ね、私もニュースに、はい、芸能人なのに異例の少なさ。誰か見てるんですか、これ。これは、お互いの2万2万で4万人の方がおそらく見てくれてるはずです。これね、あとね、本当に視聴者の皆さんありがとうございます。これね、俺のまたいけないところが、登録者数少ない言ったりいじられすぎて、今のこの2万人がちょっと怒ってんのよ。なんだと。俺たち何なんだと。俺らの立場がない。そう、いや、2万人もね、2万人の気持ちも考えろと。だからこの2万人をやっぱ俺らすごくやっぱありがたく思わなきゃいけないんだよ。だから、なるほど。で、まあ、とにかく、はい、まあ、その俺の思いはありがとうなんで、生意気だけど。で、やっぱり、ハンバーグ師匠に、まあ、一応渡部だから、はい、おすすめのハンバーグ料理をご馳走したいっていう、やっぱグルメだからね。で、やっぱそれじゃないかなと思って、で、この、まあ、ハンバーグといえば俺はここの店だっていう、まあ、このビストロ Q さん、今日はおいでいただいたのよ。嬉しいですね。ね。せっかくだからちょっとさ、食べてくださいよね、ハンバーグ。もう言わない、もう本当に反省してる。今日はもう俺は本当に、ちょっと前渡部さんと電話で話して、こんなのどうですかっていろいろ提案したんだけど、もう任せます。もう何にもこっちは用意してないんで。いや、これもまたこっちのチャンネルですけど、もう渡部さんにお任せして。本当に、俺はもうまずその、まあ、師匠が持ってきた企画が、コンビニのハンバーグをシェフからドッキリで俺に出して、渡部がこれは美味しいですねって褒めて、バカ舌じゃねえかみたいな、こう企画を持ってきた。こんな企画地上波で死ぬほどやってるんだよ俺。こんなさ、死ぬほどやってるわけ。渡部バカ舌だったみたいなのは。ちょっと待ってよ、渡部さん、テレビと YouTuber 違うって言ったばっかりでしょ。で、そんなこと電話で、いや、じゃん、違うんだよ、それあまりにもテレビすぎねえかって言ってきたんですよ。そう、登録者数超少ねえのに。言ったら俺よりも、言ったら俺よりも少しだけ少ねえくせに。登録者数を全部その、なんかにその人間の価値として捉えちゃう。それちょっとなしにしよう。したらもうなんか気使うじゃん。いや、だから俺もそれは思ってんすよ。
散々そういうのは言われてきてるから初めてですよ、自分より登録者が少ない人会うの。お前気持ちいいだろうな、自分より下がいたなんてなあ、これだけでもコラボした価値があるだろう、楽しいだろう、自分よりもう必死もがきやがいもがき苦しんで自分より登録者数少ない。だから俺はこの話になった時からずっと渡部さんの毎日チェックしてこすなよ、ちょっと待って、俺もこすなよ、俺も毎日チェックして伸びなよこすぞ、絶対取る暇でこすぞって俺も毎日だけど、当日までギリギリで俺がちょっと勝ってたからよかったと思ってあの山下シェフって言うんだけど、はい、あのさ、アヒルっていう店知ってる、鉄板のフレンチのいわゆるフォアグラハンバーグの。俺アヒル知ってる。アヒルでフォアグラハンバーグっていうのが大ブレイクしたわけよ。もともとアヒルの総料理長だで、噛み出した人なんですか。ああ、はい、で、その方が独立したのがこの店でもう10年経ってる。で、そのこれは多分分かると思うけど、うん、ハンバーグの中にいろいろ入れるとか、そっからどんどんブームになったじゃない、うん、そのもう元の元の元はあの人の考案。もっと言うとあの人にね、フォアグラ食べたいって言ったキャバ嬢のキャバ嬢の無茶ぶりに答えてできたマジっすかスタートは、スタートはちょっとその時はちょっとフォアグラ入れたら何とかなるかもまあ若干今日はね、もうご好意でお店も貸し切りにしていただいて、はい、貸し切りでね、ちょっともう距離も取ってさ、うん、本当はもうあんま近いと胸ぐらつかみ合っちゃうからさよかった今日ね、距離あったよかったですね、あったよかったよ底辺 YouTuber の殴り合いが始まると思ったそれがバズらなかったらもう終わりだよ本当俺の瞬間で殴り合いして再生回数いかなかったらもういよいよ引退の時だよ本当にお、来た、おーあのフォアグラハンバーグ、フォアグラハンバーグね、今日は上にトリュフの、こう見るとフォアグラの中に入ってトリュフかけてるって、なんか高級食材だけでやっつけようとしてる料理っていっぱいあるんだけど、それとはもう全然違う、もうまさにバランス、なぜフォアグラの中に入れるのがいいか、なぜトリュフをこの厚さで上からこの枚数かけるのがいいかって見事に計算されてるから、ちょっと食べてくださいこれ。じゃあいただこうかな、ちょっとあんまりちょっとそれでやめてくださいちゃんとした店なんでやめてください、いただいちゃっていいですか、いただいちゃっていいですか、嬉しいね、いやそういうのやめてよそういうのは違うじゃん、俺飲食店ファーストの人だから、俺こう見て中身寺門ジモンだからねやめじゃねえか、お店に迷惑かけて一番嫌いだからやめてこれ、外見渡辺さんって中身寺門ジモンなんですかやばいじゃないですか熱々食べてもらえないしね、これマジでいいか、これ外側から行くんですか、外側から使う、もうこれもう真ん中ガスッといって、ちょっと、うん、せっかくだから、いやうん、いいね、ほらちょうどね、うわさすが、あ、さすがのめちゃくちゃいい香りする、これね、トリュフってただかければいいだけじゃなくて温度帯があるのよ、一番いい香る温度帯も分かってるから、香るのここまで、冷たいものとか熱すぎるものにかけてもダメなのよ、うるさかった言って、ちょっとうるさいですかごめん、ちゃんと食べて、じゃあ、うん、いただきます、ハンバーグ、やめてって、な、聞いてたお前話、ね、聞いてた話、うえー聞いてた、聞いてた俺の話、ハンバーグですねこれ、ハンバーグだよツッコミがいないからってお前今日のびのびやってんな、さてはな、美味しいでしょ、めちゃくちゃうまい、うん、うん、やっぱりね、フォアグラのこの脂のこう方向性とこのやっぱね、この和牛のこの肉の脂の方向性似てんねんね、合うのよすごく、トリュフの香りもめちゃくちゃいい、うん、フォアグラって、うん、なんかちょっと香ばしいんですね、そうなんです、はい、で肉の脂も出て、フォアグラの旨味も出て、で、フォアグラって結構脇役なので、うん、肉が美味しくなるんですよ、フォアグラ入れると、まあコクとかが出ますよね、やっぱね、嬉しいな、
でもね、なんかハンバーグ師匠さ、はい、俺さすがだなと思って今ちょっと感心してんだけど、はい、初めて来て渡部さんの店うまいなって言ってくれてるけどさ、はいはい、聞いたけどお前ここ初めてじゃないでしょ、正直言ってよ。3年前に一度来てますね。さっきそれさ答え合わせしたら、うん、どうやらそうでした。俺も聞いたのよ、これでジオを喜ばそうと思ったら山下シェフが、いや来たんですよ、どうぞ。3年ぐらい前に夜中コソコソっと来てハンバーグだけ食べてコソコソって帰ってきました。でそれを聞いて、あこれはちょっと申し訳ないと、驚かせたいから。十分驚いてます、ね、もっと驚かせたいということで今回ちょっとね超サプライズメニューを用意してます。サプライズハンバーグ、サプライズ、まさに、あもうまさにサプライズハンバーグ、この世で食べたことあるの俺だけだから。どういうこと？あなたのためにちょっとね新メニュー作ったんですよ。嘘？はい。あなたハンバーグともう一個好きなのありますよね。麺類で好きなのありません？担々麺。それ私ネットで調べまして、え？ちょっとねこれは相当喜んでもらえると思う。俺も試食の時も感動したって、俺もう出資して店出したくなったぐらい。マルちゃん製麺を使った、題してタンタンハンバーグ、はい、ちょっと作ったんで食べて。タンタンハンバーグ何それ、食べたことないでしょ。想像もつかないでしょ。でこれをなんとねもう崩します。嘘でしょ、本当に嘘でしょ。めちゃくちゃうめえ、なんだこれ。俺さなんかちょっとジャンクな感じもあるでしょ、タンタン麺のなんかさ。ハンバーグ師匠ミュージックライフをご覧いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。